はい、こんにちは、こんばんは。ゴリラスポーツの時間がやってまいりました。この格好見てください。新社会人になってやっとね、働き始めました。でね、今日も仕事終わりに動画を撮ってるんですけど、なんかね、慣れない生活からかちょっと喉が痛いです。今日の企画なんですけど、この前大井さんがねやっていたと思うんですけど、ゴリスポの野球道具紹介春バージョン。まあね、この前やったのが冬かな。冬からね、だいぶ野球道具も変わっていってるんですけども、まあこのタイミングで新生活も始まったということでね、バック紹介、今日はやっていきたいというふうに思います。ちょっとその前に着替えていきまーす。ゴーリアした。はい、ということで着替えてきました皆さん。こちらはね、ローリングスの T シャツ、新しいやつでございます。かっこいいですよこれ。まずバッグから紹介していきたいというふうに思います。水のプロの野球用のバックパックでございます。こちらはね、前と変わっていなくて、比較的ね、まだ綺麗で、全然まだ綺麗でね、使えるので、もうゴリラーズは解散しちゃったんですけども、ゴリラーズのバッグをまだ使っております。それではね、中身を一つ一つ開けて見ていきたいというふうに思います。取り出す感じでいきたいと思います。はい、じゃあまず一発目出てきたのがね、手袋です。たくさんね、手袋袋は持っていくようにしてるんですけど、まず一つ目がこちらでございます。バーン。こちら Z のバッティンググローブ、普通のバッティンググローブじゃないんですよ。こちら見ていただいたらわかると思うんですけど、 NH っていう刺繍が入っております。で、この NH っていうのが、今オリックスバファローズにいます西浦隼人選手が使用する予定だったバッティンググローブです。実使用ではないんですけど、西浦選手のバッティンググローブでございます。これはね、とあるところで手に入れました。西浦選手はね、ちょっと今足の病気で今リハビリ中ということで、今選手復帰に向けてね、頑張っているところなんですけどね、僕もこれを使って応援していきたいというふうに思っております。はい、さあ次は、はい、こちらです。水のプロのバッティングローブ、新型のパワーアークの方ですね。こちらは以前と変わっておりません。引き続きここにゴリスポって書いてあるバッティングローブを使用しております。なぜ使用しているのかって言ったら、かっこいい、我ながらすごくいい配色センスだなっていうぐらい惚れ惚れするようなね、デザインだと思うんですけど、でもかっこよくないですか。普通にかっこいいと思うんですけど、かっこよすぎるがゆえにですよ、酷使しすぎてもうかなりボロボロになってきてる状態ではあります。寿命が来るまでは使い続けたいかなというふうに思います。はい、次、新しいバッティングローブ。やっぱりね、春なんで新しいシーズンということで、新しいバッティングローブ買いました。こちらは、水のプロのパワーアークで、富士スポさんっていうね、あのお店があるんですけど、そこの店舗別注モデルでございます。こんな感じで、僕が普段使いそうな色の白金に加えて、あまり使いそうじゃないピンク色っていうのを合わせた、僕らしいけど僕っぽくないっていう感じのバッティングローブですね。これはもう一目惚れで買いました。かなりかっこいいかなというふうに思います。はい、さあ続いてヘルメットですね。ヘルメットは変わりました。ミズノのヘルメットでございます。前までは僕ゴリラーズに所属していたんですけども、ゴリラーズ解散したので、今こちらの新しいチームに入っております。で、こちらクラウドラインっていうチームなんですけどね、今こちらのチームにお世話になっております。ヘルメットにね、僕の遊び心なんですけど、こちらボールタウンのステッカーを2枚ペタペタと貼らせていただいております。僕はなんかこれを貼ることによってすごいオシャレだなと思うので貼っております。はい、こちら新しいミズノのヘルメット、すいません、一つ忘れてました。バッティンググローブがもう一個ありました。はい、こちらも今現役でバリバリ使ってるんですけど、水のプロパワーアークの真っ白のモデルです。こちらと違って色付きではなくて、本当に白、もう白しかない。で、ロゴだけ金色っていう、こちらもオーダーのバッティンググローブです。こちらはアクトさんで買いました。で、次、エルボーガードですね。エルボーガードは、こちらも引き続き使用しております。こちらね、新しいエルボーガードも今オーダーしているところなので、届き次第紹介したいというふうに思います。次、アームスリーブはこれ、2タイムズユー。これも以前に引き続きです。これもね、かなりいいのでね、皆さん、程よい締め付けのアームスリーブを求めている方は、こちらおすすめします。カラーもね、たくさんあるんでね、2タイムズユー、かなりいいですよ。うん。で、次、こちらでございます。やっぱり皆さん、アンダーシャツっていうのはね、野球をする上でかなり大事だと思うんですけど、冬の間はデサントのアンダーシャツっていうのを使っていたんですけど、春先になってきて、やっぱり暖かくなってきたら、こちらのアクティブーム、暖かくなってきたら通気性が良くて、まあ、速乾性があるアクティブーム、本当にね、これ蒸れにくいんですよ。空気の通り道があって、かなり蒸れにくく、汗かいてもね、サラッとしてくれるので、かなりおすすめのアンダーシャツ。やっぱりね、プロ野球選手が着用してるだけあると思います。はい。で、次こちらですね。こちらはバッグに入っております。ローリングスのハーフジップでございます。こちらアップの時にね、よく使用しております。本当に軽くて着心地が良くてね、このね、変わった柄なんですよ。なんか蜂の巣みたいなね、変わった柄なんですけど、すごいかっこいいんで、僕これアップ前によく着ております。はい。もう残り少ないんですけど、バッグの中身の小物系は、次タオルですね。こちらクラウドラインの新しいチームのタオルなんですけど、こちらいつも持ち歩いております。春先になったらやっぱり汗かいてくるんで、タオルは持ち歩いております。
はい。で、次、サングラスですね。サングラスね、以前、こちらの、ジョーブレーカーのね、サングラスを使ってたんですけども、最近はね、この下の部分がない、普通のオークリーのサングラスを使用しております。つけたらこんな感じですね。下の部分がついてないね、モデルになってるので、すごく軽くて使いやすいですし、このレンズがね、すごい見やすいんで、これ使っております。はい。小物系はね、こちらで終わりです。次はね、バットとスパイクとグラブ。これをね、紹介していきたいと思います。はい。僕が使用しているバットはこちらでございます。はい。ミズノのビヨンドマックスメガキング2でございます。あのね、このバットは本当に僕ね、使い続けてますね。うん。やっぱりね、ギガキング02だったり、最近だったらビヨンドマックスレガシーとかもね、出てるんですけど、なんかバランスが合わないんですよ。でもこちらは、まあ、このイボイボもそうなんですけど、すごいバランスが良くて、振りやすいんです。やっぱりね、ビヨンドなんて、まあ、僕からすれば、飛距離がどんどんね、すごくはなってるんですけど、全然このタイプのバットでも、柵越えを打てるので、バランスと捉えるところだと思ってるので、まあ、それが一番ベストなのは、こちらのメガキング2。これが僕は、今のところ一番ですかね。このバットもずっとあるわけではないんで、徐々に、レガシーとかに慣れていったらいいかなというふうに思います。はい。で、次、スパイクです。スパイクはね、変わりました。GS スパイクです。ブロックソールのベルトタイプのスパイクをね、使っております。この前ね、試合終わってから全然手入れできてないので、今から手入れしようかなというふうに思うんですけど、こちらのスパイクを今は使用しております。かなり今汚れてるんですけど、これエナメル素材なんで、拭けば簡単にね、泥が取れるので、非常に手入れのしやすいスパイクです。しかも軽いしね、しかも目立つ。やっぱり、ね、皆さん GS スパイク今ね、僕も発売してるのでね、モンタナスポーツって検索していただいて、気になる方は見ていただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、グローブです。次は。グローブは僕3つ、ローテーションで今使っております。1つ目が、こちら。以前ね、動画で紹介しました、ミズノプロオーダー軟式用の、梶谷選手のモデルのグローブでございます。いつもね、グラブオーダーするときは、基本サイズでね、作っていたんですけど、今回はね、5ミリアップでね、作ってみたんですよ。もうそうしたらもう安心感が全然違います。もともと僕ね、大きめのグローブが好きだったので、5ミリアップにしたことによって、かなり僕の中で革命が起きました。かなり取りやすいです。しかもこのデザインね、シンプルかつ、すごくかっこいいデザインになっております。一つ目のグラブがこちら、梶谷選手モデルのミズノプロ。そしてもう一つ、 GS グローブのキャラメル。これは外せないですね。僕の中でかなり、僕の中でのレギュラー的ポジションですね。ミズノプロと争うぐらいのポジションを今走っております。こちらの GS グローブのキャラメル、サイズが本当にね、大きすぎず小さすぎず、いい感じ。サイズ感がとにかくいいです。僕結構手でかくて、大きいグローブが好きなんですけど、このグラブはここに重心があってかなり操作がしやすいので、僕からしたらちょっと小さいと思うんですけど、操作性がかなりいいので、気に入って使っているって感じです。で、なんといってもこの色、おしゃれな上品な色なのでね、もうすぐ発売なので、皆さんも気になる方はぜひ使っていただきたいですね。はい。で、次ラストです。こちら、ローリングスの HOH ハックスカモモデルでございます。カモ柄があしらわれたモデルになっておりまして、赤と白で構成されたグラブ。本当にね、これアメリカンスタイルでおしゃれなね、デザインです。やっぱね、ローリングスってメジャー感が強いと思うんですけど、メジャー感がかなり強い、モデルになっております。肩もね、すごくいいんですよ。これやっぱ僕の中でパカパカになる外野仕様っていうのは外せないんで、条件としてね、この HOH のローリングスのハックスのモデルはもうパカパカ感がかなりあります。片付けもしやすかったですし、革質もすごくいいんで、おすすめですね。こちら、ハックスのカモモデル。こちらの柄とね、似てるんですけど、セットで使ってみていただきたいなっていう感じですね。はい。ゴーリアした。はい、ということで、こちらが全部でございます。あとはね、本当に、試合中のドリンクをたまに買うんですけども、まあドリンクだったら僕は、あれですね、ボディメンテとかが多いですね。買うのは。ボディメンテとか、あと、お茶とかを、すごい試合中に飲んでますね。はい、ということで、今回はね、僕のバッグの中身紹介を行いました。このシリーズもね、季節ごとにどんどんやっていくので、また次やる頃、夏頃になると思うんですけど、その頃のバッグ紹介も見ていただけたら幸いかなというふうに思います。僕のバッグの中身いいなと思ったら、ぜひぜひ、高評価とコメントよろしくお願いします。でね、またリクエストありましたらどんどん答えていきたいと思うので、リクエストもコメント欄によろしくお願いします。ゴリスポ、新社会人始まりましたけども、カメラの向こうの皆さんにもね、新社会人の方いると思うので、ぜひね、一緒に頑張っていきましょう。それでは今日のゴリスポは以上になります。うれしい。そして今月のプレゼントはこちら、 GS スパイクのオーダー権利になります。今映ってるのは自分のものなんですが、カラーとサイズ、ベルトタイプを選んでいただき1名様にプレゼントします。チャンネル登録&今月の動画にコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。
そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。 GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。イウリュッショ。君の声が聞こえる心